あ、どうも皆さん、こんにちは。クラムチャウダーって何ですか？ということで、クラムチャウダーってなんか聞きますけど、何なのっていうことで買ったんですよ。188円ですかね。貝とじゃがいも、人参等の野菜が入ったクリーミーな具沢山スープです。アレンジ次第でいろんな料理にご使用いただけます。クラムチャウダー、原材料名、植物油脂、イオスダレ、二枚貝。初めて聞きましたね。じゃがいも、貝のエキスが入ったじゃがいものクリームソースって感じですね。で、人参とか玉ねぎが入ってるっていうイメージですかね。あ、じゃあ、ああ、いい匂いがする。あ、クラムチャウダーの匂いがする。わかるわかる。クラムチャウダーの匂いがするわ。これ、トマトピューレが入ってるから、ちょっと赤みがかってるんですね。レンジでチンだとうまく熱が入らないんで、ちょっと苦労しましたけど、できましたね。いただきましょうか。当然、オンザライス。これね、あれだ。魚肉ソーセージ。マジマジマジ。ちょっと違うんだな、でも。ちょっと違うんだけどね。魚肉ソーセージの味がする。で、その中で、貝を噛むと、当然貝の味が。まあ、普通の貝の味。ムール貝とか、結構味強いね、この貝。貝の味がする。アサリ。アサリと同じ味。しっかり噛むとね、貝の味がブワーって出るね。やっぱクリームなんですよ。よく、100円とかで売ってる、クリーム系のパスタソースあるじゃないですか。あれと同じ系の味がする。あんまチーズの味はしないっていう感じの、魚肉ソーセージだな。クラムチャウダー。ちょっとね、しょっぱい酸っぱい。なんかハチとか、ああいう安い系の、パスタによくあるクリームソースの味するな。パスタソースだ。なんかだんだん美味しくなってきたような気がする。最初はね、魚肉ソーセージの味がしたんですよ。今でもまあ魚肉ソーセージって言えばね、ああ、わかるっていう感じなんですけど。一口目。食べていくとちょっとね、味がトゲが抜けるっていうか、味がマイルドになっちゃってね、ちょっと、ぼんやりしてきちゃったんだけど、舐めた瞬間はね、魚肉ソーセージでちょっとね、これ塩分ちょっと強め、ほんの気持ちね。まあ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 、面白いですよ。野菜も結構ゴロゴロしててね、面白いんじゃないですか。缶の裏面に書いてあるほど貝は入ってないですね。これ成分通りなってるのかな。やばい、食べ過ぎた。